ハジルスタンにあるコンデンサーは破壊され、裂け目にはもはやアクセスできない。今や我が国だけがインフラワールドにアクセスできる。これにより新たな戦略及び軍事的視野が広がるだろう。我々は軍事利用が可能なエネルギーを発見するための新しいプログラムを発足させる。すでに兵士と霊体のリンクに成功したが、これは始まりに過ぎない。これは宇宙開発や核戦力の開発よりも重要だ。我々は必ず新世界を発見し、そしてその世界を獲得する。今我が国の新たな時代が始まろうとしている。ペンタゴンの幹部にうんざりか。ああ、新しいおもちゃを与えられた子供。吐き気がするから本当に吐いちゃう前に出てきただけ。俺たちも片棒を担いだんだ。引き受けなければよかった。ただ自由が欲しかっただけなのにバカだった。これからどうする？わかんない。考える時間が欲しいの。何をしたいのか。あなたはどうするの？ CIA が全て用意してくれた。大型の高級車にゴルフミーティング。まだ返事はしてないけど考えてみるよ。なあジョディ、俺たちはお互いいろいろあった。俺も間違いを犯してきた。でももう一度やり直して一緒に歩んでいかないか。俺たち大変なことを乗り越えてきただろう。でもエイデンは？すぐになれる。彼もそのうち俺になれるさ。それに彼も俺も君を大事に思ってる。悪くないかもね。君を幸せにするためなら何だってする。過去は忘れよう。ああ、そこにいたか。レイさん探してたぞ。ほら、オフィスに行こう。またな、ライアン。ああ、そうそう。俺のオフィスにいいシングルボルトがあるんだよ。後でどうだ？シングルボルトがいいね。よし、それじゃあ後で。行こう、レイさんが待ってる。それに君を本当に愛してる。そうだね。今度こそうまくいくように頑張る。よし、着いたぞ。終わったら迎えに来るよ。オッケー。姉さんの言葉には気をつけろ。
どうぞ。ジョーディ、元気そうでよかった。私は役目を果たした。次は CIA の番。CIA のことは心配するな。君はもう存在しない。君はエリザベス・ノースだ。新しい ID と人生。50万ドル用意した。これまでの見返りだ。再出発には十分だろう。ありがとう。行く前に一つ頼みがあるんだ。妻と娘が15年前のあの事故で死んだ時、私も死のうと思った。泣き続け、言い聞かせ、死ななければならなかった理由を探した。なぜだ。二度と抱きしめることもできない。まるで一生治らない傷だ。だが君が現れた。そして知った。二人が死んだ後もずっとそばにいたことを。ただ見えなかっただけだ。政府はインフラワールドの研究を全面的に支援した。政府は軍事用途を求めていて、私は家族に会う方法を探していた。何年もかかったが、ついにこれを作ることに成功した。いや、元気だったかい。ローラ、会いたかった。毎日会いに来てる。すぐに一緒になれる。私はインフラワールドの魂と交信するためのコンデンサーを作っているんだよ。死者との会話ダジョディ、信じられるかい。私にどうしろと。妻と娘と話したいんだ。声を聞いて、私のことを伝えたい。私の研究が完成するまでそれができるのは君だけなんだ。兄さん、ダメ。いや、私にはできないよ。最後に声を聞いてからもう15年になる。君という少女を通じて以来だ。ジョディ、どうか頼む。ジョディ、私のために。手を貸して。君なんだね。
行かせて姉さん。とても苦しいの。お願い行かせて。私たちを死なせて。お前、嘘だ。ヘレンじゃない。今のはお前だ。あなたが引き止めてるの。二人は二つの世界の狭間で苦しいの。そんなわけはない。嘘をつくな。二人とも私といたいはずだ。一緒にいることを望んでる。二人は苦しんでる、姉さん。愛しているなら、本当に二人を愛しているのなら、二人を行かせてあげて、死はごまかせない。ごまかせないだと。死など無意味だ。いいか、無意味だ。さよなら、姉さん。